おはようございます。おはようございます。おはようございます。우렁찬인사소리가끊이지않는등교시간아이들이반갑게인사를건네는이들은선생님이아닌동네주민들이다조끼에방범모자까지갖춰쓰고아침7시부터학교로통하는모든길목을지키는동네주민들은아이들의안전한등하교길을책임지는파수꾼이다오하요어조금세다고났대요이일이시작된지10년학생과주민사이에어색한거리감은사라졌다 아, 아가르구났대で子供たちとの接触って若くなったんじゃないですかねより今年で67になるんですけれど60であの会社を退職してそれで僕もここの卒業生ですからはいそれであの地域で何かできることがあればということで、うん、一緒にあのみんなと一緒に이웃의무관심속에방치되는아이들도없다안녕하세요낯선일에경계하고유난히수줍음이많다는일본아이들이지만이곳학생들은달랐다예최근急に変わったことは子供たちがね挨拶をよくするようになりましたはじめそうさせたいなと思ったんだけどなかなかならなかったんだけどでも割と去年ぐらいからこう子供が結構するようになってでアンケートを取って聞いてみるとねでなぜそうなったのって聞いたらみんながしてくれるからなんか自然にするようになったとかそういう答えが返ってきますね아이들을키우는건학교와학부모만이아니다동네주민과지역사회가나서서아이들을키우는학교일본의커뮤니티스쿨이다138년의역사를가진산타이초등학교는교토지역에서가장오래된학교중하나다긴역사만큼자신이살고있는지역에대한자부심도남다른아이들이곳학생들은나날이늘고있는초등학생대상의범죄와각종유해환경으로부터안전하게보호받고있다학교안에서도학교밖에서도지역주민들이항상지켜주고있기때문이다見守ってくれていて本当にこの三階小学校の生徒たちを愛しているんだなと思いましたみんなの안전을守ってくれるために地域の方がいるんだなと思いました산타이초등학교는지역이운영하는커뮤니티스쿨이다지역주민들은학교교육위원회를만들어아이들의교육내용을결정하고직접교사가되어가르치기도한다뭐지역の方がとりあえず本当にいつも学校にいらっしゃって地域の方同士ももちろん仲良くなられてで学校の外でもなんか私はきっとそれこそコミュニティって言いますがあの山下とか三階とかの町がすごく仲良くなったと思います多分だからあの不審者っていうんですかねこう子供にいろんなことする人そういうのもなくなったしあの町ででも子供たちもよく挨拶するようになったと思います이학교가커뮤니티스쿨로지정된건2005년커뮤니티스쿨은아이들을제대로가르치기위해서는학교와가정지역이함께연대해야한다는인식에서비롯됐다농사를짓는마을어르신에게서배우는텃밭수업5학년이키우게된것은가지다근데네그래요금이돼葉っぱのところにトゲがついてるここの根のとこから切ってくださいこれですあいたあいた원숭이도나무에서떨어질때가있는말반찬으로먹던가지의줄기에날카로운가시가있다는걸처음알게된아이들은마냥신기한표정여기아이들이네그래각학년별로다른농작물을키우는텃밭수업은주민들의건의로시작됐다지역에서나는특산물을직접재배함으로써아이들에게지역에대한애정을심어주려는것이다
자기 손으로 직접 심고 가꾼 농작물이 열매를 맺는 과정을 지켜보는 일은 관심과 노력으로 값진 성과를 거둘 수 있다는 소중한 경험이기도 하다. 一番大事なことは何やってんの?一番大事なことはな、愛情やで。愛情。愛情でやると、みんなが優しくなる。 分かってる? ありがとうございました。 학교에서 쉽게 배울 수 없는 것을 아이들은 지역 주민에게서 배운다. 학교 곳곳에는 사이좋은 텃밭이라 이름 붙여진 수많은 텃밭과 과수원까지 있다. 학생과 지역 주민이 함께 일구는 땅이다. 짧지 않은 시간 동안 매일같이 물을 주고 방과 후까지 관심과 애정을 쏟는 아이들. 주민이 함께하는 수업은 지역과 학교, 주민과 학생 사이에 경계를 허물고 있다. 일본은 종합 학습 시간을 통해 정규 교과목을 초월한 다양한 수업을 할 수 있다. 모내기부터 전통 놀이까지.